ないち。人数そんな多くないから当てなくていいから。2人のうちの右側、左側どっちかの人がボール持って控えるのはワンパスだけね。ワンパスだけで突破。横を広げなくていいよ。状況に持ち込んじゃえばいいわけですよ。だから守備はそういうことを考えなきゃいけないですね。で、できたらこの眉をやっぱりこっちに一回動かした状態でこれできれば一番いいんだけど、でもここで引きつけすぎてかけるぐらいだったらやっぱりかからないタイミングでここ逃がさないと次のチャンスが生まれにくいわけよ。それもやっぱ判断ってすごい大事なんですよ。できたら引きつけだけ引きつけて出したいんだけど、例えば相手がすごい強いとか速いとかさ、やっぱり試合やるとあるでしょ。思ったよりこいつ速いみたいなのでバーンって捕まることがあるじゃん。そうならないように、何が大事かって言ったら、できたら引きつけて出したいんだけど、もしかしたらそれより大事なことはかけずに逃がすことかもしれないね。だからそこのなんていうかな、さじ加減はさ、まあ、やっぱこうセンスとか感覚みたいなのも実際大きいんだけど、そこもまあ練習しなきゃいけない。はい、ということでかけずにやってください。はい、できたら引きつけて逃がしてあげた方がいい。でもかかるぐらいだったらかけずに渡した方がいい。はい、行こう。はい、ごめん。守備は1-1に持ち込んで、守備は1-1に持ち込んで、オッケー、グーグー。守備は2-1を1-1に持ち込んで、はい、そう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 、はい、見てかからないように。そう、はい、できたらでも前足、あとはさっき言ったさ、サポートのところもかかりづらいサポートってあるでしょ。やっぱさっき見てるとさ、こういう状態になってしまってたりするじゃん。やっぱりそっちの選手があんまり前に来すぎるとさ、ここにしか出せなくなる。でも、ゆりかが十分プレースペース取っておいてくれれば、ここに出せば前向いてそのままスピードを上げれるじゃん。だから、あんまり前入るすぎてよくない。サポートの位置も大事。はい、ラスト。はい、ラストだけ。はい、ラストだけ。ごめん。意識してるぞ。ポジション。はい、簡単に抜かれないよ。簡単に抜かれない。惜しい。はいはいはい。でもそう、そのマスはみ出ちゃダメだよ。マスはみ出たらサッカーで言ったらスローインだから、相手ボールのマスはみ出たら相手ボールのスローインだよ。ピースでパスタストップ。はい、あと2分やらずね。